ブリッツの塩試合で暴徒化したモンスターを鎮圧したところからです。まさか。ここでアーロンの口から衝撃の事実が。そうだ、神はバカだ。くだれ、なんだよそれ、バカバカしい。俺はユーナのガードになる。お前もついてこい。真実を知ってしまったティータ君は、ネタバレおじさんと共にユーナのガードとなり、旅を続けることに。はい、じゃあ、笑顔の練習。FF10 屈指の名シーンです。あはははははは。何がおかしい？ルカを旅立つ前に、アーロンの初期装備である腕輪を外して、売却しておきます。これで OK。準備ができたら、ジョゼ寺院へ向けて、未変街道を進んでいきます。街道を歩く人々は、ユーナ一行にアイテムを押し付けて、レグ違反に陥れようとする者たちばかりなので、絶対に話しかけてはいけません。しばらく進むと、チュートリアルバトルが発生します。その分エンカウントなしにしていても出てくるので、必須戦闘です。こんなの一撃だ。例のごとく、逃げるは選択できません。勝手。硬い特性のチュートリアルです。硬い特性を持つ敵は、アーロンや決まりの武器についている貫通のアビリティがないと、物理ダメージが3分の1しか通りません。出ちまうかい。というわけで、アーロンさんのおかげで難なく撃破。ドロップは、パワースピア1つでした。はい。今回の吟味内容は、オーバーキル。ではなく、装備のドロップです。先ほどのチュートリアルの雑魚敵、ラルドは、低確率で、バーサク防御のアビリティがついた防具をドロップします。バーサク防御は、終盤のボス戦で必要になる重要なアビリティです。そして、本攻略の条件だと、そのボス戦までに、バーサク防御の防具が手に入る機会は、ここのチュートリアルバトルしかありません。そのため、何としてもこの戦闘で、目的の防具をドロップさせなければなりません。しかも、バーサク防御はアーロンの防具でなければなりません。アーロン以外のキャラのバーサク防御防具を引いても、やり直しとなります。はい、ダメ。ラルドの装備ドロップ率は、256分の12。だいたい、21回に1回落とすぐらいの確率です。防具のアビリティ候補は、バーサク防御と物理防御プラス 3%。そのため、防具を引いても必ずバーサク防御がついているとは限りません。目的の防具を手に入れるには、装備のドロップ判定に成功し、それがアーロンのもので、武器と防具で防具が選択され、バーサク防御がついているという条件を全て満たす必要があります。いやー、きついさ。お、装備は落としましたが、輪っかの武器だったので、ダメです。なお、どのキャラの装備になるか、武器と防具のどちらになるかは、完全なランダムではなく、条件によって偏りが発生します。先人の調査によると、ドロップする装備の偏りには、上記3つの条件が影響するようです。1つ目は、最後の1体を倒したキャラの確率が上がるというもの。これは有名なので、ご存知の方も多いかと思います。今回の戦闘では、アーロンがとどめを刺しているので、アーロンの装備が選ばれやすくなります。二つ目は、武器と防具を合わせた所持装備数が最小のキャラの確率が上がるというもの。所持数が全キャラ中最小であれば、その差は1個でも20個でも確率は変わりません。今回の場合、武器1個、防具0個のアーロンが全キャラ中最小なので、ここでもアーロンが選ばれやすくなります。キーリカで決まりの防具を購入したり、先ほどアーロンの腕輪を売却したのはこのためでした。最後は、選ばれたキャラの武器と防具の数を比較して、所持数が少ない方の確率が上がるというもの。こちらも差が1個でもあれば、どれだけ差があるかは無関係です。
アーロンが選ばれた場合、防具の方が所持数が少ないので、防具が選ばれやすくなります。以上により、今回の条件では装備をドロップした場合、アーロンの防具が最も選ばれやすくなっています。多分、知らんけど。注意点としては、装備のドロップ率そのものは変化しないということ。今回の場合、256分の12というドロップ率自体が上がるわけではありません。また、どのアビリティになるかは、アビリティごとに確率が設定されており、条件による確率の変動はないようです。装備ドロップの偏りについての解説は以上です。あ。今回はティータの武器でした。残念。長期戦になりそうなので、ここからは巻いていきます。だいたい1回の試行に、1分ぐらいかかります。惜しい。黒金の腕輪はアーロンの防具ですが、残念ながら、バーサク防御ではなく、物理防御プラス 3% の方の防具です。バーサク防御がついた防具の場合、名称は静かなる腕輪となります。次行ってみよう。違う、次。バーサク防御だけど、アーロンのものじゃない、次。またお前か、次。いい加減にしてくれ、次。272回目にして、ようやく来ました。疲れた。念のため、防具のアビリティを確認しておきましょう。OK、ちゃんとバーサク防御がついてますね。なお、後からドロップ履歴を見直したところ、ティータ、ワッカ、アーロンの装備ばかりだったので、もしかしたら、チュートリアルバトルは戦闘に参加したメンバーからしか選ばれないのかもしれません。ということは、決まりの防具を買う必要はなかった？まあまあ、ええわ。これだけではあれなので、このまま次のボスまで攻略してしまいましょう。でもこれ、アルベド人の店っすよ。道中で必ず立ち寄ることになる輪の旅行講師では、レベル1キースピア、アルベド5次初代発刊、メガポーション2つを強制的に手渡されます。動画のコンセプトを無視してアイテムを押し付けてくるとか、アルベドっぱりらしいな。次のボスは、未変街道でチョコボ王相馬者、チョコボイーターです。チョコボイーター戦は、相手の HP を削り切るだけでなく、崖への押し出しでも勝敗が決まります。1201以上のダメージを与えると、1、2ターンの間点灯し、点灯中に501以上のダメージを与えると、1段階押せます。初期位置から3段階押せば、崖下に落として勝利となります。逆に、打ちかましで初期位置から2段階押されると、崖下に落とされ敗北となります。チョコボイーターは暗闇が有効なので、まずは輪っかのブラインアタックで暗闇にします。暗闇にしてしまえば、3ターンの間は物理攻撃の命中率が 10% まで下がるので安全に戦えます。次はお前だって指名されると、次のターンに強力な本気の拳が飛んでくるので、HP が減っていたら交代しましょう。あとは全員防御で待機して、ぶちかましが来るのを待ちます。来ました。ぶちかましを使われると1段階後ろに押されます。崖の下を出すつもりか。ぶちかましのダメージは割合攻撃なので、戦闘不能になることはありません。相手の暗闇が解除されたら、再びブラインアタックで暗闇にしておきましょう。なお、輪っかは初期 MP が10しかないので、ブラインアタックは戦闘中2回しか使えません。あまり長続きしないわ。輪っかはいつもさ。あとは再び防御で待機して、ぶちかましが来るのを待ちます。
来ました。負けました。決まり手は押し出し。危ないですから学校のお金にならないようお願いいたします。危険でございます。はい、チョコボイーター戦は崖下に落とされても道中のルートが変わるだけでストーリーは進行します。これにより勝利回数を増やさずに先に進むことができます。むしろ倒してしまうと勝利回数警察に捕まりゲームオーバーとなってしまいます。むちゃくちゃ言うなぁ。楽しいな。